はい、ではですね、10時になりましたのでですね、早速祈りの時間番組をですね始めてまいりたいと思います。はい、一言ですねお祈りさせていただきます。はい、天のお父様、主ありがとうございます。このお祈りの時間の番組をありがとうございます。今日も豊かにあなたが私たちに祈りを与え、そして、また祈る人々をさらに豊かに起こし、あなたの栄光を表してください。この番組を通して神の御業を豊かに表してください。イエス様の皆によってお祈りします。ね、はい、今日もですね、皆さんとお会いすることができました。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。海外でですね、見てくださっていらっしゃる方々もいると思いますけれどもですね、はい。ご挨拶させていただきました。私の名前は手元小林と申します。はい、花小林です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、初めてですねこの番組見られる方もいらっしゃるかもしれません。はい、そうですね、この番組ではですね、皆さんから送っていただいた祈りのリクエストをですね、見てくださっている方々とご一緒に心を合わせて、はい、ライブでですね、うん、お祈りをするという、そういう番組なんですね。はい、はい、どのぐらいですね、私もあの地球の裏側で、この映像が、ですね、どのぐらい時間がずれてこう何秒とかね、そういうレベルだと思うんですけども、あの言ってるのか分かりませんけども、しかし、はい、ライブ番組ということでですね、させて、いただいております。はい、はい、ですのでですね、ぜひ一緒に心を合わせて、はい、祈っていただきたいと思います。いろんな神様のですね勝利と栄光が表されているんですね。そしてまたそういった神様の恵みを期待して、はい、いろんな方々が今日もメールを送ってきてくださっています。はい、はい、皆さん1週間ですね元気に過ごして、今日もまたこの番組にですね、はい、参加してくださっていらっしゃると思うんですけども、うん、花さんは1週間いかがだったんですか？そうですね、この日本ではですね最近涼しくなりまして、はい、本当に秋ですね。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 はい、なんか秋で素晴らしいことありました？秋で路上ライブがですね、あの楽になってきて良かったなと思っております。そうか、あの先日ですね、はい、あの路上ライブでですね、ね、あの世界の終わりっていう歌を、新しい歌をですね、あの賛美すると、高校生の若男の子たちが集まってくるのが面白いなと思って、ちょっとびっくりしましたよね。あの歌を歌うと、若い人たちが寄ってくるっていう、そういうのを見て、ギフツもね、同じような、そうですね、言ってましたよね。はいはい、ね、この低いね、ピアノの音、どん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 って、あれいいですね、リズム感があってね、はい、ね、あの曲をやると、若い方々が、ね、あのかなり拍手されてましたよね。そうですね、あれは合唱でやってた時ですか？そうですね、水戸でもね、はい、はい、1週間の間で、確か先週、先週っていうか今週、水戸に行ったんですよね。うん、そうですね、行きましたね。はい、水戸もあのなかなかいい気候でね。そうですね、でもあの道中ライブもやりやすかったですし、はい、本当にあの皆さんも気候が良くなるとですね、なんかこう太っちゃうとかね、食べ過ぎちゃうとかね、そういうこともあるかもしれないですけど、食欲の秋っていう、取り留めもない話をしてますが、はい、はいはい、今日もですね、あのお祈りをして神様に期待してですね祈っていきたいと思います。はい、はい、今日はですね軽地域、はい、軽地域じゃない、ごめんなさい、Kさんからはい、ですね、では、はい、K さんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。こんにちは、 K 地域の薬剤師の K です。先週は愛さんのためにって祈っていただき、とても励まされました。感謝しています。かっこ乳がんステージ2の診断をされた方です。後日愛さんに状況を聞きましたら、10月20日に
CT 検査して明日ですね。今日が、いや、今日が18日ですから、2日の木曜日ですね。失礼しました。木曜日ですね。はい、CT 検査して、転移がなければ、ホルモン療法になるか、あるいは手術になるか、10月26日の話し合いで決まるそうです。さっきホルモン療法っていうのがあるんですよね。うん、脳梗塞と糖尿病の合併症のある方で、さまざまなリスクが高くなるので、最善で平安な治療法になりますようにお祈りをお願いします。はい、また愛さんが神様を見上げて、感謝祈りの心が生まれますように、関わる医療者の方々ご家族の愛と祈りや配慮に支えられて、はい、平安が得られ、状況を一歩ずつ乗り越えていかれますように、さらに完全に癒されますように、祝福をお祈りください。よろしくお願いします。また状況をお知らせします。毎週励ましありがとうございます。私たちを愛を持って創造された癒しの主に感謝しますということです。はい。はい、前さんのためにですね、K さんがメールを送って、来てくださってますが、乳がんステージ2、ということなんですね。はい。それで、あさってまた CT 検査があって、ホルモン療法になるか、手術になるか、10月26日っていうと何曜日ですか？26日は、26日は、水曜日ですね。水曜日ですか？はい。26日、23、そうですね。水曜日ですね。そのぐらいですね。はい、水曜日、26日の話し合いで決まるそうです。うん、ね、脳梗塞や糖尿病の合併症のある方でということなので、これはですね、神様の助けが本当に必要ですよね。そうですね。はい。はい、でもその愛さんが神様を見上げて感謝や祈りの心が生まれますようですから、まだイエス様をよく知らないのかなっていう感じなんだと思うんですけれども。ですね、お祈りしていきたいと思いますね。はい、天のお父様、主を本当にありがとうございます。このKさんの主を、このメールをありがとうございます。お父様、あなたが確かに私たちの救い主であられ、そして主は癒し主であられることをありがとうございます。主を、あなたを褒めたたえます。愛さんをさらに会われてください。愛さんが、Kさんに対して心を開いていらっしゃいますから、どうぞお願いいたします。あなたが、Kさんを通してまた、あなたが、主を愛さんを救いへと導き、救われているんですならば、さらにはっきりとした明確な救いを与え、主の栄光を豊かに表してくださいますようにお願いします。愛さんが本当に神様を見上げて、感謝祈りの心が生まれるように、主に対して本当に、感謝の心が与えられて、そして、神様に対する祈り心が与えられていくように導いてくださいますようにお願いいたします。また主どうぞ本当にこの、その乳がんを癒していってください。最善の治療がなされていくように、お医者さんがどうぞ最善の治療法を選択して、そして、愛さんも納得して、そして、その最善の治療がなされていくように導いてください。どうぞ脳梗塞や糖尿病の夫もありますので、どうぞあなたの助けが本当に必要です。主どうぞ愛さんが本当に神に求め、神からその守りと癒しと受けることができるように導いてください。どうぞ、ご家族の祈りにもまた支えられて、本当に平安が与えられ、そして、そのさらに完全な癒しへと進めるように、あなたが憐れみを愛さんにかけてくださいますように、
平安が愛さんに豊かに与えられるように、うん、一生信じて、平安になったらどうぞ導きさせます。アーメン。最初天のお父様、本当にケイさんからのいろいろリクエストありがとうございます。本当に愛さんのためにお祈りが今このように、主が導いてくださっていることを、感謝いたします。うん、また乳がんステージ2という診断だということですけれども、本当にこのことに関しても完全な主の癒しが愛さんの上に表されますように。今もこの時も主があなたが、この愛さんのうちに触れておられ、またそのがんの原因のもとにまた触れておられ、癒しの働きが表されてきていることを感謝いたします。20日の日に CT 検査をされますが、本当に転移がありませんようにどうか助けてください。最善な、治療方法になりますように。その10月26日のお医者様のまた話し合いの中においても最善な、医療判断がなされ、適切なる、処方法が、導かれますようにどうぞお願いいたします。脳梗塞、また糖尿病の合併症があるということですけれども、そういったことの中のリスクが高いということですが、その状況に関しても癒しがさらに表されていきますように、主が助けてくださいますようにお願いいたします。本当にこの愛さんが、本当にケイさんがおっしゃっているように神様を見上げて、本当に感謝や祈りという、事柄を本当に主の前に、捧げていかれますように、その思いが起こされますように導き助けてあげてください。また本当にいろんな医療の方々、ご家族のまた愛と配慮、祈りの配慮があるということですから、本当に愛さん自身がまたなお神様による平安を得ることができますように、また許され、また許されている今の状況を本当に乗り越えていく力を主が与えてくださるようにお願いします。またそれは完全に癒されることと、至りますように、主のご栄光を、愛さんの上にどうぞ表しててくださいますようにお願いします。あてのとおさま、ありがとうございます。あなたを褒めたたえます。感謝いたします。あなたを賛美いたします。愛さんが今のようなこのがんの状況が許されたことも感謝します。お父様、あなたには最善の計画があることを信じてありがとうございます。今イエス様の十字架の血をもって私たちを追ってくださり、どうぞ主愛さんを完全に解放していってください。イエスキリストによって愛さんを解放します。イエスキリストによって病の霊をイエスキリストによってさえ、さらにイエスキリストの皆によって、癒されよ。愛さんをイエスキリストの皆によって完全に解放します。主の救いを明確に受けていかれるように宣言します。お父様、さらに、愛さんに働きかけていってくださいますようにお願いいたします。ぜひ皆さんのですね、言葉で、ケイさんのご友人のこの愛さんのためにですね、祈っていただきたいと思います。お願いします。天のお父様、本当にありがとうございます。あなたがこの言葉の中でも働いておられることを感謝します。あなたを賛美いたします。イエス様、皆によってお願いします。はい、きっと主がですね、恵みを与えて、また癒しを与えていってくださると信じますね。はい、はい。次はですね、 T さんですね。やはり、先週、メールをくださった T さんですね。はい、はい、では次は
T さんからの祈りのリクエスト読ませていただきます。主の皆を喜びとします。先日姪の空洞症の手術のために祈ってもらった D です。手術は思ったより大変で、術中に出血がひどくなり、7割ほどの空洞しか埋めることができませんでした。ステントを入れたりはできたようですが、残された3割の患部については今後の経過を見ながら治療に当たるということです。それでも入院は12日ほどで済み、今は自宅療養しています。本人には失敗の手術として受け取られてしまい、悔しいとの声が聞かれました。まだ首がうまく動かせなかったり、口がうまく開かず、食事を取るのが大変です。どうぞ気落ちしている目が心身ともに癒されますように祈ってください。私、今回姪や姉、親族の救いがいかに大事かを思い知らされた私です。共に祈り合える間柄になりたいです。祈って伝道していきますね。今回祈っていただけたこと、励ましとなりました。心強かったです。感謝します。本当にありがとうございました。またもう一つ祈ってもらいたいことがあります。私は急に帯状疱疹になり、右肩から右腕にかけて湿疹ができ、腕の痛みが強くなってきました。着ている服が触るのも嫌なほどです。どうぞ悪化せず順調に癒されますように祈ってください。よろしくお願いいたします。感謝しつつ D よりということです。そうですね、まあ姪御さんのですね、空洞症の手術ということなんですけれども、まあ、7割ほどの空洞しか埋めることはできなかった、まあ、そのこういうですね、手術は結構何か難しい手術だったのかなということですね、感じさせられるので、本当にでもまあ、ですね、7割ほど埋まったということは意味であると信じますけどですね、でもまあ姪御さんは失敗の手術として受け取られて、悔しいということを言ってということなんですね、本当にですね、やはり確かに体がですね、ちょっと大変な状況にあると気も落ち込むのかなと思うんですけどですね、でも本当にイエス様を知る、逆に、神様が、そういうチャンスの時をですね、私も本当にですね、やっぱりこう非常に困難な状況に、家族がですね陥った時に、これはですね、何か聖書には弱い時に神様が望まれて強いというですね、そういう成果が あるわけですけれどもですね、私のですね、家族においてもですね、そういうことがあったかなっていうことをちょっと体験したんですよね、やっぱりね。ですから本当にそういう状況の中でこうイエス様の救いを家族が体験するということがありましたので。やっぱりですね、この姪御さんにも救いが近づいてるんじゃないかっていうことをね、本当にそういうイエス様を受け入れるチャンスの時なんじゃないかっていうことを、本当に、弱くされていらっしゃいますけどね、大変でしたですね、本当に大変ですよね、本当にね、大変でしたね。でもう一つはですね、この T さんが帯状疱疹という、帯状疱疹って本当に痛いって聞きますね、すごい痛いんです。私もですね、小学校4年生ぐらいの時だったかな、なったことあるんですよ。これがね、すごい痛いんですよね。だから本当に、まあでも私はそれほど重くはなかったんですけど、これちょっとあるとすごい痛いですね。だから服が触るのも嫌なほどってこう分かるんですね。ですので、ぜひ速やかにですね、順調に癒されるように、なんか神経のところを、出る
病気なんですね。だからすごくその痛いんですよ、神経の。これはお薬かなんかで治るんですか？そうですね、お薬とか、おじさんの子にてなんか、どんな治療法をしたかはちょっとよく覚えてないんですけど、確かやっぱりなんか飲み薬とかだったような気もしますけどですね。はい、ちょっとお祈りしますね。そして、メイドさんやまたご家族がですね、また親族が救われていくようにもですね、そして、まあ、癒されるようにということですね。はい、では、様、主ありがとうございます。T さんの、そのメイドさんの今の状況も感謝します。なぜならば、きっと今、本当に、主よ、そのメイドさんは、悔しがっていらっしゃって、本当に、その手術が失敗したことが、を不満に思っていらっしゃるかもしれないんですけども、しかし、この状況の中で主が本当に憐れんでくださいますようにお願いします。どうぞテイさんの名誉さんに救いを与えてください、主を気落ちしていらっしゃるようですが、あなたが本当に憐れみをかけ、主を知ることができるようにさらに、メイドさんに働きかけていってください。どうぞ、このような状況の中でも、しかし、これはまたあなたの救いに至る一つの過程であると信じます。なぜならば、私たちが実際に、このメイドさんの病気のゆえに、私たちが祈る機会が与えられましたから、このことを本当に感謝いたします。このご病気のゆえに、私たちがメイドさんの救いと癒しを祈る、メグさんのその祝福を祈る機会が与えられましたから感謝します。この事柄自体は本当にメグさんにとって勝利の一つの出来事ですから感謝します。お父様、どうぞメグさんを速やかに救い出し、またそのこの大変なご病気に関してもどうぞあなたの恵みを与え、主を知って癒されていくことができるようにさらに導いてください。どうぞさらに回復に向かうように、助けてください。同時にまた、T さんを強め励ましてくださり、T さんが姪御さんやまたお姉さん、ご親族の救いのためにさらに祈っていくことができるように、導いてください。また本当に T さんが本当にこの、弁護さんやお姉さん、親族、ご親族の救いの重荷が今回本当に与えられたこと、本当に ありがとうございます。どうぞさらに、共に祈れる方々になっていくように、主が栄光を表してください。そして、祈りつつ T さんが伝道するチャンスを見出し、伝道していくことができるように、その伝道の方法も導いてくださり、主よ、何か小冊子や CD やあるいはお父様本やそういうことを通しても、あるいは直接の伝道を通しても、こう救われていくように、さらに救いを早めて導いていってください。お願いします。愛する天のお父様、本当に T さんからのリクエストありがとうございます。本当に先日名護さんの空洞症の手術がされましたが、本当に大変な手術を名護さんが受けられたこと、本当に今やはり作業用という状況も本当に感謝いたします。このことの裏に、必ず特別な新たにあるご計画が、この名護さんの上に表されることを信じて感謝いたします、どうぞ本当にこの、この名護さんの心を、どうぞ主が、疲れていること心もあると思います。本当によく手術に耐えられていかれたと思われます。本当にその中での主が全てを知っておられますから、本当に名護さんの疲れておられる心と痛んでいる心を本当に癒してくださり、そしてまたその空洞症となっている、あと残された3割の患部に関しても、どうぞそこが本当にこう癒されていくようにしてくださり、また今後の経過の治療に関しても、お医者様の正しい主にある正確な判断をとってくださり、また処方される薬とかその治療方針などにおいても最善の治療が受けられるように助けてください。その医療技術が十分に用いられて、
また名簿さんが回復され元気になっていかれますようにどうぞお願いいたします。また名簿さんやお姉様親族の方々の救いがこのことの中で早まっていくようにもどうぞ導いていってください。 T さんをどうぞ主が用いてください。 T さんを通してまたその救いのためにも名簿さん お姉様親族の方々が本当に主のもとに立ち返ってくることができますように導き助けてください。本当に T さんもお祈りしつつあなたに導かれる主に導かれるその伝道方法をなすことができますように、忍耐を持ってまたこのことにおいて問いなし続ける力も与えていってください。また何よりも T さんが今帯状疱疹ということですが、本当にそのことに関しても主が触れてくださりその原因の音に触れてくださり右肩から右腕にかけての湿疹も消えてなくなりますように、腕の痛みもどうぞ癒してください、どうぞ悪化することがないように、また良い薬も用いられていかれますように、また病院に行くことがもし行かれているのでしたらばまたそのことに関しても最善な治療が受けられますようにも、どうぞ主の癒しが、医療の技術をも通して、この T さんを助けていってくださることをお願いいたします。T さんの帯状疱疹をもうどうぞ完全に癒していってください、あなたがその右肩から右腕にかけてのその湿疹を完全に癒し、痛みを取り除き、帯状疱疹を完全に癒してくださいますように、悪化せず順調に癒されていくように、疲れを T さんの疲れを取り除き、どうぞ体力を回復させ、速やかにこの帯状疱疹がまた癒されていくようにどうぞお願いいたします。どうぞ薬も主どうぞ用いてくださって、主が速やかに癒して癒されていくことができるように導いてください。イエス・キリストによってその T さん今十字架の血を持って私たちを追ってください。どうぞ T さんをそして完全に癒してください。イエス・キリストによって帯状疱疹を消えてなくなれ、速やかに回復せよ、イエス・キリストの名によって主の癒しを宣言します、また帯状疱疹に関わる病の霊を去れ、イエス・キリストの名によって主の勝利を T さんに宣言します、また T さんの名誉さんに、救いをイエス・キリストの名によって宣言します、このイエス・キリストの名によって、名簿さん解放を受けよ、イエス・キリストの救いを受けよ、お父様どうぞはっきりと信じていかれるように、また主を T さんのお姉様や親族の救いが早まるようにイエス・キリストの名によって宣言します。お父様主どうぞあなたが主を T さんのまた祈りを聞き、さらに御心を T さんがなしていけるように導いてください。またメグさんのその病から解放されるように、メグさんが病から解放されるようにイエス・キリストの名によって宣言します、病の霊から解放され主の救いと癒しに至るようにイエス・キリストの名によって宣言します、あとそのどうぞ主がある意味恵みを表してくださいますようにお願いします、T さんとですね、それから T さんの名簿さんのために、あるいはまたお姉さんとご親族の救いのためにですね、ぜひ皆さんの言葉でお祈りください。お願いします。皆様、ありがとうございます。イエス様、皆によってお祈りします。主がですね、本当に、小さな名簿さんにも、今、どんどん主が働きかけておられると信じますね。そして、小さなも良くなっていくと信じますね。はい。はい、
次はですね、W さんのですね、はい、メールですけれども、お願いします。はい、では W さんからの祈りリクエスト読ませていただきます。いつもお祈りありがとうございます。今日もリクエストさせていただきます。よろしくお願いします。はい、息子さんの S さんと、息子さんの Y さんですね。お二人のこの救いのお祈りお願いします。またですね、こちらは W さんの、リクエストですが、土地建物の物件が不足しています。物件が与えられますようにお祈りお願いします。よろしくお願いします、はい、ということです。ですね。息子さんたちがですね、救いを、さらにですね、神様の心を開いていかれるようにですね、救いが早まるように祈りたいと思いますけれども、当時また土地建物、お仕事のところで物件がですね、与えられるようにということなんですね。はい、そのことも祈ってきますね。天の父様、主ありがとうございます。ダブルさんのこのリクエストをありがとうございます。ダブルさんのその息子さん S さんと Y さんをまた感謝いたします。お二人のその息子さんを本当に感謝します。主を、彼らをあなたが速やかに救い出していってください。またどのようにして、救われていくか、ダブルさんにさらに、教えてください。どうぞあなたが主をどのようにして彼らを救い出そうとしているのか、その言葉をさらに導いてくださいますようにお願いします。どうぞ S さんに、また Y さんにさらに働きかけてください。彼らの心を開いてください。福音が本当にこう、速やかにこう入っていくように、そして、イエス様を信じることが速やかになされる。はい、またどうぞお仕事を本当に感謝します。ダブさんにそのお仕事を与えておられることありがとうございます。しかし、さらにこう土地や建物物件が少ないということで、契約のために必要なその土地、建物物件をどうぞ主が多く与えていってくださいますようにお願いします。はい、それではお父様、本当にダブさんからのいろいろリクエストありがとうございます。息子さんの S さん、Y さんを感謝いたします。本当に、これからその救いによって素晴らしいご計画が用意されていますからありがとうございます。どうか S さん、Y さんの上にまた今日も主がこの方のうちに触れ続けていてくださり、本当に救われるきっかけがさらに起こされてきますようにお願いいたします。どうぞインターネットなどを見ているときにも、本当にこの教会に、この、教会のホームページの方に行き着いていくような状況が開かれますようにもお願いいたします。どうぞ賛美を通してまた救われたり、本当に映像を見て救われたり、本当に何かこの主が導かれる方法で、本当に息子さんの S さんの Y さんが救われていかれますように、すぐに主を信じることができるように導いてください。またダブルさん、このことにおいて、あなたにある信仰を強く、持っていかれますようにも、主がダブルさんの心を励まし、強めていってくださいますようにお願いいたします。またお仕事のことで、本当に土地建物の物件が、さらに与えられていくようにしてくださり、不足している部分が補われていかれますように、どうぞそのことに関しても主の助けが与えられていきますことを切にお願いいたします。アテント様、どうぞダブルさんを励まし、助け導いてください。イエス・キリストの御名によって、そのダブルさんの息子さんのエス君を解放します。イエス・キリストの御名によって、Y さんを解放します。イエス・キリストの御名によって、救いをその S さんの救いを受け入れよ。イエス・キリストの皆によって S さんを救いを受けれるよ。Y さんよ、イエス・キリストによって解放されるよ。イエス・キリストの恵みを、救いを受けれるよ。天の父様、どうぞ主がさらに働きかけていってくださいますように、どうぞお願いいたします。またさらに主の勝利を表していってください。
皆さんのですね、ぜひ言葉で、ダビデさんの、うん、祈りのリクエストに関してもですね、ぜひお祈りしてください。 S さんと Y さんの息子さんの救いと、それから土地建物物件が与えられるということですね。アテント様、主はありがとうございます。あなたが与えてられることを感謝します。イエス様、皆によってにします、ね。はい、神がですね、はい、きっと救いにさらにイエス様やワイさんを近づけてやられると信じますね。はい、きっとあの不動産の仕事をダブルさんはしてらっしゃるようなんですけども、はい、この物件もね、たくさん与えられていくと信じますね。はい。はい、ですね、次はですね、M さんの、はい、メールをお願いします。はい、次は M さんからのリクエストを読ませていただきます。主の御名を、ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆様のお祈りを心より感謝いたします。はい、先月心臓のカテーテル検査の件でお祈りいただきました、うん、愛教会の M です。主人の検査は無事に終わり、心臓の不調の原因がはっきりと分かりました。心臓の大きな太い血管が一部細くなっています。大事な血管なのでステントを入れる処置が必要ですの診断でした。明日10時30分頃から右手動脈からのカテーテルでの手術を受けます。明日の手術のためのお祈りをよろしくお願いいたします。手術が医療事故がなく安全に終わりますよう、医師の方が正確で必要な判断して最善の処置ができますよう、ステントが必要な部分に置かれて、十分に機能しますように、術後速やかに回復しますように、血流の逆行や、血栓がないように、術後のリハビリ2日間自転車こぎなどをしますが守られますよう、イスラエルチームに参加しますが完全に守られ健康で派遣が祝福されますよう、どうぞ皆様のお祈りをよろしくお願いいたします。はい、で追伸がありまして、はい、先ほどの課題で右手動脈からカテーテルを入れると書きましたが、検査は右手でしたが明日の手術では右手とは限らないそうです。他の動脈となるようです。よろしくお願いいたしますというこの追加もありました。ね、はい、はい、まあ明日の10時30分ごろから、うん、今日のベルなんですね。はい、ですから本当に明日、うん、まあ、10時30分から手術ということですね。うん、はい、そしてその右手動脈ではなくてっていうことでね、うんうん、カテーテルを入れるのはあの右手ではないみたいだということですね。はい、限らないということですね。はい、右手とは限らないということですね。はい、それでですね、まあ、あのどういうふうに祈っていただきたいのかっていうのがちょっと出てるので、はい、まあ、お医者さんが最善の処置ができる、やっぱり手術ですからね。はい、うん、お医者さんのあれがお医者さんがだいぶかかってきます。うん、はい、医療事故がなく安全に終わるように、うん。ステントっていうのはですね、その血管の、うん、あるいはその細くなってるところにこう、うん、入れるわけです。うん、そしてこう血管を、そのステントを入れることによって血管を広げるわけなんですね。うん、そうですから、その狭くなってるところにステントを入れて、うん、血管を広げるっていうような感じなので、うん、まあ、必要な部分にこのステントが置かれるように、うん、十分機能するようにと、う
いうことなんですよね。はい、術のリハビリが守られるように、うん、自転車攻撃やったしって。あ、これがリハビリなんですね。2日間ね。あ、なるほど。そしてイスラエルチーム、イスラエルチームというのはですね、はい、今度はあの10月の31日から2週間ほど、はい、チームがあのイスラエルの方に来ますように参加されるということなんですね、うんうん、ですからその間も、うん、健康で祝されるということで、うん、そうですね、はいはい、お祈りしていきましょう、はい、天の父様、主をありがとうございます、うん、心臓カテーテルの検査結果、本当に明確に、その悪いところが分かってきたこと、うん、本当にありがとうございます。そのことの発見を本当にありがとうございます。うん、あと、その原因がはっきりと、その不調の原因がはっきりとしたこと、本当にありがとうございます。どうぞ、その主よ、お医者さんが明日のその手術において、医療事故はなく、最善の治療を施すことができるように導いてください。正確に、主をまた必要な判断をして、正確に最善の処置がなされていくように、出演等が必要な部分に置かれて、血管が非常にこう通りが良くなるように、どうぞ、術後回復が速やかに、また血行、血流が逆行したい血栓がないように助けてください。イスラエルチームが近づいていますので、どうぞ速やかな回復が与えられるように、また術後のリハビリもどうぞお守られるように導いてください。イスラエルに行っている間も完全に健康を守られるように、助け、派遣が祝されるようにしてください。お願いします。はい、主天と様、お手紙さんからリクエストありがとうございます。このご主人の、そのステントを入れる、血管にステントを入れる処置が、その10時半ごろから、カテーテルの手術を受けられるというご主人の手術がなされますけれども、このことが許されていることも感謝いたします。本当に必ずこのことの裏に特別なあなたのやるご計画があり、M さんを通して主がそのことを表していってくださいますから、感謝いたします。どうか明日の手術が無事に成功しますように守ってください。医療事故もなく安全に終わることができるようにお願いいたします。また、お医者様の方が本当に正確な必要な判断をしてくださって、最も最善なる処置となりますように導き助けてください。その治療に関する様々な器具や、また、その弱っている部分に当てる薬の適用などに関しても、本当に主の、御心がなされ、完全に癒されていくことができるように助けてください。ステントが必要な部分に必ず置かれて、十分に機能することになりますように、お願いいたします。本当に術後速やかに回復を遂げることができるようにしてくださり、血流の逆行や血栓が出ないように、助けてください。術後のリハビリも、十分に守られて、元気にスラチームには参加していくことができるように完全に守られた状態でまだ健康な状態でまたその派遣でも本当に主の祝福をさらに受けていかれますようにどうぞ導き助けていってくださることをお願いします。ぜひですね皆さんの言葉で M さんのですねこのご主人の明日のですね手術のためにも、お祈りくださり、まあ、術後のこともあると思うんですね、はい、ぜひお祈りください、はい、お願いします。
天の父様、主はありがとうございます。あなたが今働いておられることを感謝します。主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって病の霊をイエス・キリストの名ください。私たちをどうぞ十字架の父上で覆ってくださり、また、M さんのご主人をさらに強め、癒し、あなたの恵みを表してくださいますようにお願いします。イエス様、皆にお願いします。はい。神がですね、非常に強く働いてくださっていると思いますね。はい。はい。主の恵みを本当に感謝していきたいと思いますね。M さんも必ず、成功して、そうですね、健康がさらに強く支えられていくと信じますね。はい、次はですね、もう一人の M さんですけれども、はい、お願いします。はい、ではもう一人の M さんからのリクエストを読ませていただきます。主の皆を賛美いたします。いつも主人の急性骨髄性白血病のためにお祈りを感謝いたします。炎症反応の数値が下がり、熱が平熱になりました。皆様のお祈りに支えられ、肺炎が癒されていることを感謝いたします。骨髄が癒され、正常な造血管、細胞が作られて、正常な血液が作られていきますように、白血球の数値は480です。正常値の3500から9000の数値になりますように、赤血球は週1回ぐらい輸血をしています。輸血をしなくても良いように、赤血球も血小板もどんどん作られて正常値になりますように、お祈りをよろしくお願いいたします。皆様のお祈りを感謝します。御言葉に立ち続けて、神様の完全な癒しを感謝いたします。ね、ということですね。はい、本当にあの炎症反応の数値が下がって、熱が平熱になったということなんですね。良かったですね。これは本当に感謝をしたいと思いますけどね。はい、神様にですね。そして、はい、白血球の数値が480ということで、これはですね、だんだんとね、上がってきてる、ね。上がってきてますね。ですから、はい、3500以上、はい、まあ、9000。ね、その正常値に、はい、なっていくんですね。はい、さらに輸血をしなくても良いように、どんどんこの赤血球、血小板もどんどん作られていくということですね。はい、それとですね、やっぱり御言葉に立ち続けて、神様の完全な癒しを感謝いたしますと書いてあるので、本当にですね、でもさ、御言葉をいただいているので、本当に癒しを感謝していらっしゃるんですね。ですので、皆さんもですね、感謝していただきたいんですね。はい、心合わせて感謝していただきたいんですね。はい、天の父様、本当にありがとうございます。あなたは褒めたたえます。感謝します。あなたは全能の方であられ、そして、M さんの主を、炎症反応の数値が下がったこと、M さんのご主人のその炎症反応の数値が下がったことを感謝します。熱が平熱になったこと、本当にありがとうございます。あなたに感謝をお捧げします。また、お父様、本当に肺炎が癒されていること、本当に感謝します。また、お父様、主よ、この白血病の癒しを感謝します。あなたが主を御言葉ゆえに癒してくださったことをありがとうございます。主を本当にあなたを賛美いたします。どうぞさらに残っている症状を完全に消え去っていってくださり、白血球の数値がさらに、正常な数値、3500以上、9000に近づけていってくださいませ。さらに導いてください。またどうぞ、白血球だけでなく、赤血球や血小板もどんどん作られていくように、さらにあなたの栄光を表してください。また、お父様どうぞ、本当に、兄弟がさらに癒されて、そして証をし、
ご奉仕に立っていかれるように主の栄光を表していってください。どうぞお願いいたします。アシュテント様、本当に M さんからのリクエストありがとうございます。本当にご主人のこの急性骨髄性、白血病を、主が癒していってくださっていることを感謝いたします。本当に炎症反応の数値が下がり、熱が平熱になったということをありがとうございます。本当に癒しの現れを感謝いたします。また肺炎が癒されていることを本当に奥様も感謝しておられることを本当にありがとうございます。さらに骨髄がどんどんこの癒されて、正常な血液をどんどん作ってこられますようにお願いします。白血球も赤血球も血小板に関しても、また正常値に至りますように数値を、また与えていってくださいますようにお願いします。状態が本当に良くなって数字にもそれがはっきりと表されていき、白血球の場合は3500から9000の数値となりますようにもお願いいたします。また赤血球に関しては輸血を、週に1回されているということですが、本当に輸血をしなくても良い状態になっていきますようにもお願いいたします。本当に赤血球の血小板もどんどん作られていくということが正常値に至りますようにお願いいたします。本当に主がこのことを許されている中に裏に特別なご計画があることを信じて感謝いたします。さらに御言葉に立ち続けてとありますので、本当にその信仰を通しての主の働きの技がさらにご主人の上になお表されていかれますように、どうぞ導きくださいますようお願いします。ぜひですね、M さんのご主人のこの白血病のですね癒しのためにですねお祈りください。またその癒されたことの感謝もですねぜひお祈りください。皆さんの言葉でですね祈ってください。お願いします。あ、天父様、本当にありがとうございます。あなたが、M さんのご主人の病を完全に癒してくださったことを感謝します。ハレルヤ、素晴らしい恵みが表されました。素晴らしい癒しがなされました。お父様、ありがとうございます。あなたの恵みが表されたことを本当に感謝します。お父様、あなたを崇めます。主よ、あなたがなしてくださいましたから感謝します。どうぞこの癒しの証を持って M さんのご主人が本当に主を多くの人に希望を与え証をし、そして栄光が多くの人に表されるように、どうぞ M さんのご主人をあなたが強め励まし、さらに導いていってくださいますようにお願いします。感謝します。あなたを褒めたたえます。イエス様の皆によってお願いします。ね、はい、ということで主はですね、本当に素晴らしい癒しをなしてくださったと信じますね。はい、はい、次はですね、T さんからのメールですね。はい、はい、次は T さんからのリクエストを読ませていただきます。お祈りしてほしいことがあります。体調悪くてしんどくてつらいです。私は S 教会の教会員ですが、教会の信徒に傷つけられてストレスになり、体調おかしいです。昨日月曜日から風邪をひいて、熱出るし生理がわかりませんが、ホルモンのバランス乱れてるかわかりませんが、尿した時など血もついてました。これも泣いているという。かっこ泣き、はい。私は精神的なパニック障害あるので病院行けません。イエス様に癒されて体調を守られますように。またホルモンのバランスも良くなり生理も来ますようにお祈りしてください。暗闇の辛い不安な生活ではなく、イエス様に守られて平安で感謝と喜びの生活になるようにお祈りしてください。
よろしくお願いしますということです。そうですね。ちょっと精神的な病とともに体がちょっと大変ということなので、うんうん、まあ、癒されるようにですね、両方本当にね、うんうん、祈りたいと思いますね。はい。天の父様、主をありがとうございます。あなたが、T さんのメールを感謝します。また T さんがこのような今状態にありますけれども、しかしこのような状況も感謝します。うん、父様、どうぞ T さんを励まし、うん、主どうぞこの平安を与え、また感謝と喜びの生活となるように、うん、どうぞ導いてください。主どうぞお願いいたします。本当に今の状況の中で、しかし主を褒めたたえ、うん、感謝し、神様から本当に平安が与えられ、強められていくように、まず平安が与えられていくように、どうぞあなたの役を果たしてください。あなたを褒めたたえます。感謝します。この中で、T さんに平安を豊かに与えてください。うん、そしてどうぞ心も癒され、また体も強められていくように助け導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞ癒しを豊かに与えてください。どうぞホルモンのバランスも良くなるように、また生理も来るように主が癒しを与えていってください。どうぞお願いいたします。主の癒しをどうぞ与えてください。どうぞお願いいたします。また風邪もひいているということなんですが、うん、風も癒していってください。うん、主がどうぞ明確に速やかに風を癒していってください。お願いします。はい、主天のお父様、本当に T さんからのリクエストありがとうございます。今、本当にこの体調がさらに良くなって、いかれますように、風邪が本当に治るようにしてくださり、熱も下がって平熱となり、また生理もちゃんと来るように、助けてくださり、そのホルモンのバランスの何か乱れているところがあるのでしたらば、そのバランスを安定させてくださり、また尿した時に血がついていたということですけども、このことが許されたことも感謝いたします。どうかこのことの裏にも主のご計画がこの T さんの上に表されていく、はっきりと癒しを体験していかれますように、どうぞ助けてあげてください。本当にこの主が直接その弱っている部分に触れてくださり、主によって本当に癒されて、体調も守られていくことができるように助けてください。本当にこの、精神的な病も癒されていくことができるように憐れんでくださいますようにお願いいたします。いつもこの主にある平安が T さんの心に与えられますようにお願いいたします。いつもイエス様が共にいてくださるという平安が、また感謝とともに溢れてくるほどに心に満たされていきますように導き助けてください。本当に喜びの生活を送っていくことができるようになりますように、本当にこの T さんをさらに癒し、また元気に回復へと向かわせてくださるようにお願いいたします。ぜひですね、T さんのため皆さんの言葉で、はい、短くですけどもですね、お祈りください。このパニック障害をですね、ぜひ癒されるようにするから、体のホルモンのバランスが良くなって、風邪も癒されるんですね。はい、平安と感謝と喜ぶ生活もぜひお願いください。ちゃんと様、ありがとうございます。あなたが働いてくださったということをありがとうございます。T さんをさらに解放して強めてください。イエス。十字架の血潮をもって私たちを追ってください。T さんを解放してください。イエス。キリストにあって T さんを病から解放を受けよう。うん、このパニック障害の病の霊をされ、うん、イエス。キリストにあってまた体の体調不調を与えている霊的なものをイエス。キリストにあってされ、また癒されよ。平安と感謝と喜びでイエス・キリストの皆によって満たされよ。天の父様、どうぞ T さんを強め続け癒してください。風をイエス・キリストの皆によってされ、風の霊をイエス・キリストの皆によって
さい。説を助け道でさイエスの皆によってにします、ね。はい、今日はですね、ここまでで11時に、なりましたのでですね、今日も本当に主がたくさんの祈りを導いてくださったことを感謝しますね。天と様、ここまであなたが導いてくださったと本当にありがとうございます。また神は主を一つずつの祈りを聞いてくださることを信じて感謝します。どうぞあなたの栄光をさらに表していってください。あなたを褒めてたえます。イエスさん皆によってお願いします、ね、本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。では今日はこれで失礼いたします。